俺の名前は市川春正、40歳。普通の会社の部長さん。そういう肩書きにしておく。しばらくの間は。部下とスナックに飲みに来た。彼の名前は今野千早、26歳。部長のお気に入りの部下って設定だ。俺たちの本業は後で語ろう。今は内緒にしておく。スナックでは正体を隠す必要があるんだ。今野、このスナックの雰囲気はいいな。ママも美人だし。京子さんだっけ？ママの名前。あら、部長さんたち。どうして私の名前が京子ってわかるの？お店に来たの初めてなのに？そりゃ、京子ママはすごい美人って、この辺では評判だったから、当然知ってるさ。なあ、今野。市川部長、酔ってますね。すみません。部長って美人が大好きで、前からここで飲みたがって。嬉しいわ。立派な部長さんが来てくれて。サービスで水割りをおごっちゃう。今野さんもどうぞ。ありがとうございます。僕、スナックって初めてで、居酒屋で友達と飲み会することしかなくて。若い人はそうよね。部長さんのお供なんて大変ね。緊張しないでゆっくり飲んでいってね。はい。市川部長、デレデレとママを見ない。ママが美人だからって奥様に叱られますよ。今野、浮気じゃないからいいだろう。嫁さんには今野と焼き鳥屋で飲むって嘘ついたけど。叱られるの怖いんですね。僕も今夜は部長と居酒屋って同棲中の彼女にごまかしましたが。そこまで全力で隠さなくても。二人とも奥様や彼女に弱いのね。ジョージさんはどう思う？京子ママは少し離れた席で酒を飲む中年男に微笑んだ。人が良さそうな客の名はジョージらしい。はは、こちとら独身、気楽なもんだよ。部長さん方、俺のことは海の男ジョージって呼んでくれ。まあ、ジョージさんったら。部長さん、今野さん、ジョージさんはここの常連なの。気さくで素敵な紳士よ。海の男ですか。もしかして船の船長さんとかですか。かっこいいな、海の男ジョージって。はっはっはっは、楽しい部長さんだな。俺、小さな貿易会社の社長さんでね、海には馴染みがあるんだ。社長さんでしたか。すごいな。それは海は身近ですね。お見それしました。この社長さんだぞ。市川部長、すっかりご機嫌ですね。すみません、ジョージさん。部長、お酒を飲むと陽気になるんです。部長さんと仲良しだね。あんた、若いのに珍しい。最近じゃあ上司と酒なんて嫌がる若者が大半だ。そうよね。付き合いで上司のお供する若い人って珍しい。ジョージさんだって一人で来るもの？京子ママ、俺はお供を無理強いしてないよ。今度は同棲中の彼女のことで相談があるみたいで。あら、恋の悩み？相談の場をスナックにする上司ってすごいわ。一番相談しづらいでしょう。普通はガヤガヤした居酒屋に行くよな。ここじゃ俺らも全部聞いちゃうけどいいのかい？え？ああ、構わないです。僕26歳なんです。そろそろ結婚したいなって。同棲してる彼女と。26歳か。若いね。まだまだ独身を楽しみたいってやつも多そうなのに、彼女は嫌がるのか？はい、彼女も働いてて仕事が楽しいから同棲のままがいいって。ちなみに僕と同い年なんです。俺、26歳の頃はもう既婚者だった。嫁さんも上司の紹介だった。今とは事情が違うからな。でも普通は女性の方が結婚って考えません？僕、結婚するには微妙って思われてるのかな。
婚の。結婚願望は人によりけり。お前の彼女は仕事に集中したいんだよ。立派なことじゃないか。そうだよ、部長さん。わかってるな。今野さんよ、彼女を応援するくらいの気持ちを持ってみな。そうですよね。僕も彼女を見習って仕事を頑張ります。市川部長、ジョージさん、ありがとうございます。ところで、今野さんの彼女さんはどんなお仕事を？バリバリ働いてそうね。キャリアウーマン？え、彼女の仕事ですか？心理カウンセラーです。メンタルクリニックで働いてるんです。ずっと。あらまあ、立派なご職業。心が弱った人を助ける仕事ね。素敵だわ。きっと心優しい女性なのね。彼女は病んだ人を見てるのが好きなんです。メンタル弱った人を見るとワクワクするそうで。それ、一周回って彼女さんが一番病んでない？悩んでいる人は相手にワクワクするって？大丈夫ですよ。彼女、少し目の焦点が合ってないですが、常に笑顔なので、病的ですが健康です。今度、やっぱり彼女さん、仕事に没頭しすぎてる。目の焦点が合ってない笑顔は少しまずいだろう。市川部長、その焦点が合ってない彼女の眼差しがいいんです。薄ら笑いでブツブツ独り言。なんだよ、結局のろけ話か。今野さんと彼女の馴れ初めが気になるな。部長さんは知ってる？はい、行きつけのメンタルクリニックで知り合ったそうです。おかげでメンタル回復したそうで。ねえ、それって回復してるの？部長さん、部下がメンタル病院の常連さんってバラすのはダメ。余裕でコンプライアンス違反してないか？通院歴をスナックで言っちゃうのはダメだって。コンプラも天ぷらも今野が自分で拡散してるから、オフィス清掃してる業者さんも知ってる。今野さん、真面目そうでぶっ飛んでるな。メンタルクリニックを受診した経緯が気になるけど。僕、部署移動して市川部長の部署に来たんです。前の上司と折り合いが悪くて、精神的にきつくて。まあ、会社員は大変ね。前の上司さん、そんなに大概な人だったの？それは気分的に憂鬱ね。はい、僕がミスすると説教が長くて、うるさいから元上司をグーパンしたら異動になっちゃって。そんな行動を部署移動で解決させる会社ってすごいわ。普通は解雇案件よね、ジョージさん。解雇以前にそんなヤバいやつを採用しない。部長さん、よくそんな危険な若造を引き受けたな。大丈夫ですよ。うちの部署、会議でボコり合うの日常茶飯事ですから。意見食い違うと戦争です。意見が食い違うたびボコってたら、会議の意味ない気がする。そこで部長できるってすごいな。部署の方針は弱肉強食なので、口だけ番長は生き残されない。論破する前にボコられて終わり。確かに実力ないくせに口だけは達者な社員っているからな。発言するなら命かけろって話だ。あらあら、ジョージさんったら、いつもはのんきなのに怖いこと言わないで。お酒に酔ってるの？まあまあ、海の男ジョージだって大変なんだ。マジで海に沈めたい部下だっているから、社長さん的に。ジョージさん、それわかる。俺の部署、風通しがいいって評判で、離職率が高くて部下が少ないから。今月だけで離職者が2名、休職する人が1名、休む人は辞めたとカウント、絶対戻ってこない。今野さんが病んだのって、前の上司の責任じゃないでしょう。絶対に今の部長さんのせいよ。そんなことないですよ。朝出社すると同僚が私物を置いたままバックレは日常茶飯事ですけど。おまわりさん、あんたらの職場って本当に一般企業かい？黒くてやばい会社じゃないよね。ジョージさん、大丈夫です。退職したやつの私物をフリマアプリで売る程度のことしかしてません。それはダメ。
すごい会社があるもんだな。ママ、そろそろお店閉める時間だろ。お会計を頼むよ。そうね。部長さん、今野さん、そろそろ閉店なの。また楽しいお話聞かせて。これお勘定。はいはい。今野70万だって。持ってる？今日辞めたやつの私物全部転売しただろ。払って。大した額で売れなかったです。70万って変です。7万でも高い。水割り2杯飲んだだけ。70万払えないならヤクザ呼ぶよ。転売したお金を出しなさい。連絡しちゃうわよ。嫌です。転売したお金で彼女と食事に行きます。高級寿司屋で食べ放題できるくらいあるので。そんな高額な同僚の私物を転売するクズ、初めて見た。ヤクザじゃなくて警察呼びたい気分よ。京子ママは通報かヤクザに連絡が迷ったらしい。そして期待通りヤクザに連絡をしてくれた。私の馴染みのヤクザさんが来てくれる。弱肉強食な職場の人でもヤクザにはかなわないでしょ。ママが電話をかけると今野のスマホの着信が鳴った。今野はスマホを出し笑顔で口を開いた。もしもし、ヤクザです。京子ママ、無駄ですよ。あなたは袋のネズミですから。ねえ、市川刑事。市川刑事？嘘、まさか、あなたたちは会社員じゃなくて警察？でも、なんでスマホ？わけがわからず混乱してる京子ママ。手帳を俺と今野が見せる前に、ジョージさんが大爆笑し始める。いやあ、傑作だったよ、刑事さん方。いつバレるかヒヤヒヤしたが、笑わせてもらったよ。ジョージさん？どういうこと？あの二人が刑事だって最初から知ってたの？どういう間柄で？ママ、嘘ついてごめん。俺って実は社長さんじゃないんだ。ヤクザの組長さんだよ。びっくり。まさか、この辺をたまれているヤクザ組織の。でもなんで刑事と親しいの？ヤクザなのに。ヤクザだからだよ。市川ちゃんと今野ちゃんはヤクザ専門の刑事さん。その縁でマブたちでね。ジョージさん、いえ、海組の組長さん、ご協力感謝します。手下のスマホまで貸してくれて助かった。市川じゃ、礼はいいよ。頼んだのはこっちだから。間抜けな手下が利用されて困ってたし。間抜けな手下？ああ、前にここで泥酔したヤクザ？嘘でしょ？ヤクザと刑事がグルだったの？利害の一致だ。ヤクザに恩を売りたい警察と、島でぼったくるスナックを潰したいヤクザの。ママ、いや、野上京子さんよ。よくも組のやつの名を持ち出して荒稼ぎしたな。いい迷惑だ。私何もしてない。ヤクザが泥酔して寝ていたの。その時偶然近くにスマホがあったから。僕が預かったスマホの持ち主が困惑していました。ぼったくりスナックで自分の名を使われて。組の若造が今野ちゃんに相談したんだ。身に覚えのないぼったくりの共犯にされてるってな。ジョージさんが束ねる組織の人間はぼったくりなんてチャチな真似しない。資金源は貿易だから。野上京子さん、いたずらにヤクザの名を出すと長生きできないぞ。刑事として忠告してやる。でも逮捕する権限はないでしょ。ヤクザ専門の刑事ならヤクザの貿易を取り締まって。逮捕権はある、刑事さんだから。あとヤクザの貿易は基本マトリ管轄だね。縄張りがあるんだよ。マトリは厚生労働省。僕らは警視庁歯科です。歯科はヤクザ担当なのでスナックを摘発します。そういうことだ。これはヤクザが巻き込まれた事件。警視庁歯科の刑事さん管轄だ。ママ、観念しな。ジョージさん、
俺ら正式には捜査員だからな。刑事でもいいけど、とりあえず野上京子、現行犯で逮捕。逮捕状も出さない？逮捕の仕方が雑ね。普通はもっと容疑者の話とか聞くでしょ、刑事は。それ、ドラマの世界。害虫、ゴキリンを潰すとき、わざわざゴキリンの話なんて聞かないだろう。市川刑事、発言に語弊があります。事情聴取は取調室で行います。だから安心して、ゴキリン。ゴキリンって何よ。せめて名前で呼びなさい。刑事でもこの人たちは最悪よ。扱いがひどい。京子ママよ。ゴキリンとして逮捕された方が安全だ。ヤクザの名を利用した制裁は受けない。刑務所は安全だが、出所後は知らん。ほら、家に着くまでが遠足ですって学校で教わっただろう。絶対に先生が言うやつ。ママ、シャバに出たらヤクザの貿易で輸出されるかもですが、ファイト。二人ともヤクザより対応がひどすぎるわ。ヤクザより性根が腐ってる。情けもかけないの？情け？そんなものママにかけるならパスタにかける。ゴキリン潰すとき情けかけるやつは変態。市川刑事、ゴキリンを侮辱しないでください。ぼったくり女なんてゴキリンよりも最悪です。どうやったら二人みたくヤバくなれるの？劣悪環境に育ってもここまでヤバくならないわ。ヤクザの相手なんてする警察はこんな感じだよ。俺らよりヤバいなって連中の集まりだ。ジョージさん、ヤバいなんてしっけな。俺も今野も会社員って以外嘘は言ってないぞ。なあ今野。はい、警察ってこと以外は真実を話してました。彼女の話とか全部本当ですから。会社員だけ嘘。え？ちょっと、逮捕とかヤクザより会社員以外話の内容が本当って事実の方がずっと怖い。それは同意見だ。話持ってるなーって笑ってたら全部事実かよ。俺のヤクザ組織より怖いね。ヤクザを取り締まるならヤクザよりヤバくなればいい。それが鹿のルールだ。弱肉強食だろう。市川刑事、今度マトリの新人を締めていいですか？マトリ捜査官ってなんだか鼻持ちならない。今度もそう思うか。あいつら自分らが厚生労働省だからって調子に乗ってるよな。戦争するか。市川ちゃん、構想を計画する前に野上京子を連行しろ。お前らがマトリに嫌われるのわかる。はいはい、今野、夜遅くでだるいけど野上京子を連行する。ジョージさん、今回の件で貸し借りなしだ。わかったよ市川ちゃん。ヤクザが言うのもだが、職場環境を改善しろ。マトリと交渉する前に。あいつらマジでムカつくので。ああ、ジョージさん、スマホを返却しますね。手下の疑いは晴れました。ありがとうよ。今野ちゃんも立派な鹿になって、若者が毒図になっていくのは切ないがな。あ、毒図くらいがヤクザ専門にはちょうどいいんだよ。今野は逸材。鹿として100点だ。そうみたいだな。市川ちゃんと今野ちゃんが敵組織にいたらゾッとする。刑事さんでよかった。そりゃ光栄だな。おしゃべりは終わりだ。今野、ゴキリンを突き出して帰るぞ。嫁さんが家で待ってる。はい、ゴキリンをぶち込んで帰りましょう。僕、彼女に寿司をおごる約束してるので、転売した金で。ゴキリン、ゴキリン、やめてよ。私も犯罪だけど、転売だって立派な犯罪でしょ？理不尽だわ。野上京子、うちはバックレた捜査官の私物は転売自由なんだよ。ぼったくりとは違って合法。ああ、こいつらをカモにした私が愚かだった。ヤクザを敵に回すより怖い。判断を間違えた。ヤクザ組織のボス、ジョージの協力で、ぼったくりスナックを摘発できた。野上京子には余罪があった。取り調べでぼったくりのほか、叩けばホコリがボコボコ出てきたな。
干してない布団みたいに。なかなかずる賢い女性ですね。スナックも騙し取った金で開業していた。ある意味すごいです。泣き寝入りした男も多そうだな。美人で口がうまいと騙すのも簡単。そう過信して油断した。今回は利用されたヤクザもドジです。スナックで酒に薬盛られて個人情報を盗まれるなんて。ジョージさんも島で組員の名を出されると面倒ごとになる。だからって刑事に頼むなって話だ。合法的に消したかったんですよ。それで僕や市川さんにお願いした。こっちも借りがあります。そうだな。マトリがムカついたから情報をヤクザに告げ口した。これバレたらさすがにやばい。ヤクザとの癒着が問題になる。野上京子を捕まえて貸し借りはなしにできてよかったですよ。野上京子はシャバに出たら報復に遭うって怯えてる。生半可な気持ちでヤクザを利用するから。まあ取り調べしている捜査官が絶妙な話術で脅してますから。こんな制裁がありますよって。取り調べ担当って誰だっけ。最近人権とかの問題で怖くできないからな。ご機嫌相手でも。担当は若林さんです。笑顔で容疑者を精神崩壊させる達人。怒鳴られるより恐ろしい取り調べ。若林か。あいつの笑顔で淡々と恐ろしいこと告げる取り調べに耐えられるやつって少ないから。あの人、同僚の僕らにも笑顔で怖いこと言いますよね。非番に呼び出しやがって貸すとか。それはまだ優しい方。若林の笑顔の罵倒で辞職したやつは多い。俺、あいつだけは敵にしたくない。普段は温厚な雰囲気の捜査官なのに一番凶悪ですよ。野上京子じゃ耐えられない、あの笑顔に。今度マトリを締める計画に若林も誘ったら笑顔で言われた。マトリもろともくたばれって。さすが若林さん。マトリもろともくたばれってとっさにその言葉が出てくるのがすごいです。野上京子は今頃若林の笑顔の恐ろしい取り調べで崩壊寸前だな。今度一つだけ忠告がある。何ですか。市川さんが珍しい。マトリを締める計画は若林さんが怖いので中止にしますよ。それじゃあない。ヤクザとは持ちつ持たれつだ。あいつらは友達じゃない。迂闊に相談には乗るな。すみません、警察とヤクザですが、仕事で相手してると打ち解けて一緒にお好み焼き食べたり。打ち解けるな。ヤクザとプライベートでお好み焼き食べるな。若林が聞いたら笑顔で切れる。はい、ついつい恋バナをしちゃって。少なくとも若林さんと話すよりメンタルが壊れないので。若林はスマイル精神キラーだ。俺だってヤクザと若林どちらと話すかって聞かれたらヤクザだ。そんな、捜査官でも敬遠する若林さんに野上京子は取り調べを受けてる。検察まで持つかな。取り調べで野上京子は顔面蒼白だった。笑顔で優しく脅すので若林の尋問は問題にならない。野上さん、明日検察に行くことになる。若林のジャブが相当にきつかったみたいだな。恐ろしい。人生であんな怖い人は初めてよ。ニコニコしながら脅してきた。取り調べで過呼吸になるわ。過呼吸なら普通だ。気の弱い容疑者だと若林を前に失神する。取り調べ官、変えてくれって叫び出す。若林さん、笑顔で市川さんの背後で中指を立ててるけど、捜査官同士で仲が悪いの？怖いわ。若林は誰にでも中指を立てる。あのさ、若林、俺が嫌いだからって両手中指やめろ。レディーだろ。優しそうな女性取り調べ官だと思ったら、漏れなく若林さんもやばかったわ。怒鳴られるより怖い。今は昔みたいに怒鳴って吐かせるって禁止だから。若林的な合法的やばいやつが活躍できる。
取り調べ室で笑み浮かべて中指立ててる女性警官が合法？笑顔で舌打ちはやめて、違法でしょ？ああ、今のはあくびって若林が言ってる。若林、そろそろ椅子に座れ。口パクで罵倒するな。この人がとにかく怖いから、罪は全部供述したわよ。口パクでくたばれって言われたの初めて。若林は口パクでくたばれじゃなくて頑張れって言ったらしい。そういうことにしてくれ。絶対くたばれだった。取り調べが彼女だと思うと早く刑務所に入りたい。もう心が限界よ。ああ、メンタルに来ちゃった。大丈夫。メンタルヘルスならいい病院がある。今野の彼女がいる。あの若い捜査官の彼女でしょ？メンタルがいかれても絶対受診しない。さっさと検察を送って。検察はここより甘いって思ったら勘違いだ。検察側には若林レベルのやつがゴロゴロいるから。脅かさないで。こんな異常者がさらに待ってるなんて。口パクでギロチンって言った。若林はギロチンじゃなくてゴキリンって言ったらしい。え？邪魔だから出てけカス？若林。今の口パクをよく理解できるわね。同僚なのに関係が悪すぎない？恨みでも買ってるの？容疑者の質問には答えません。最後の若林タイムを満喫してくれ。若林、ドブカスって言うな。え？冷やかしに来ただけ？いやよ、若林さんと取り残されるの。笑顔で中指の女性なんて。若林、野上容疑者の記憶に生涯残る笑顔のトラウマを与えてやれ。え？消えろゴミ。わかったよ。野上京子は心身、特にメンタルを若林にズタズタにされ、検察に送られた。多分刑務所だろう。今野、野上京子は護送されるとき、ブツブツ言ってたらしい。若林は嫌だ、若林は嫌だ、若林はーって。若林さんって、ヤクザも恐怖する捜査官ですからね。若林を見たら逃げろが合言葉になってる。ヤクザの歯科で稀な女性捜査官。一見すると可愛い女性捜査官だから、破壊神が桁違いなんだ。若林さんって僕より少し先輩ですが凄すぎます。ヤクザも同僚も追い詰めてくる先輩なので。野上京子も相当追い詰められてた。こわもて刑事より恐ろしいって。若林に勝てる奴はいない。若林さん最強ですね。過去にバディを何人も辞職に追い込んでる。僕あの人とバディ無理です。ヤクザ側も若林だけは来ないでくれって。あいつに痛い目、あったヤクザは山ほどいるぞ。野上京子なんて敵じゃない。彼女のメンタル壊すなんて、若林さんならあり潰すくらい容易だ。若林が言ってたぞ。私の私物を転売したら地獄だって。絶命より苦しい思いを味わわせるって。売りませんよ。そんな爆弾のスイッチを押すような真似しません。市川さんじゃあるまいし。俺だって転売してない。若林が買ったお菓子を誤って食べたら数年スパンで恨まれてる。お菓子でそれだけ怖いなら私物売ったら最後です。野上京子が味わった恐怖よりさらに悲惨。俺誤ったのに若林に問答無用でボコられ背負い投げされて激痛だった。あそこまでするか？取り調べは若林さんも物理的攻撃はしない。物理的が可能なら間違いなく命を落とす人が出る。野上京子は取り調べでトラウマになってる。美人ママなんて若林には無力な赤ちゃんと同じ。野上京子、ずっと取り調べのトラウマに苦しむんですね。いいメンタルクリニック紹介したい。お前の彼女が働いてる病院、あそこは絶対に行かないって叫んでた。カウンセラーが怖いって。心外ですね。僕の彼女は若林さんと比べたら天使と同然に優しいです。少し薄気味悪いですが。今野、お前、結婚を考えてる彼女をよく薄気味悪いって言えるな。
普通は言わないだろう絶対に。まあ薄気味悪いのは事実なので、そういう面も含めて魅力なんです。野上京子も見る目ないな。薄気味悪くて魅力的、野上京子も受診しなくて正解かもな。メンタルがさらにいかれそうだ。それより野上京子のスナック跡地、ジョージさんが買ったそうですね。何に利用するんだろう。あそこはスナックじゃなくてドッグカフェにするそうだ。ジョージさんの息子の希望でな。ヤクザの息子がドッグカフェ？ぼったくりスナックより立ち悪そうな気が。大丈夫ですか？開業前だから調べようがない。ぼったくりドッグカフェにはしないだろう。ジョージさんの店だし。怪しいですね。今度開店したら調べますか？若林さんを連れて。若林さん、犬が好きらしくて。あいつを連れて行くとヤクザも犬も萎縮する。若林に敵意がなくても犬が怖がる恐れがある。でも若林さん、実家が土佐犬のブリーダーらしくて、人間より土佐犬友達が多いって言ってました。それ友達と思ってるのは若林だけだ。土佐犬は絶対服従してるだけ。実家からして強そうだ。子供の頃は土佐犬数頭と遊んだって。土佐犬と遊ぶ感覚がわからない。チワワと遊ぶとは違う。土佐犬たちと遊んでた若林が強いのは当たり前だ。刀剣を前に野上京子は最初から負けてた。犬と触れ合えるって誘えば若林さんは来ますよ。彼女の戦闘力は土佐犬10頭に匹敵します。土佐犬10頭の話じゃない。でもその戦闘力が俺たちに牙を剥いたらどうする。いろいろ終わる。野上京子の取り調べよりトラウマを植え付けられます。ヤクザと慣れ合うカスって判断されたら。そうだろう。俺もメンタルクリニックの世話になるの確実だ。実家の土佐犬で我慢してもらえ。ぼったくりスナックがヤクザのドッグカフェになるなんて、ジョージさんはそれも計算していた？ありえるな。立地もいいし欲しかったのかもな。手下の濡れ衣はその口実で。ジョージさん、やり手だ。僕らはまんまとジョージさんの策略に乗せられた。さすが海の男ジョージも伊達じゃない。賢いです。ぼったくりした京子ママの責任だ。俺らが出なくても遠からずスナックは潰されてた。ヤクザに。野上京子も自分の店がドッグカフェにされたって知ったらどう思うんだろう。教えたいです。今度のそういうクズな性格、ヤクザ専門の捜査官にはぴったりだ。若林とバディでも問題ない。嫌です。若林さんとバディになったらヤクザより先に潰されます。土佐犬と遊べる人とは無理。今の若林のバディが潰される寸前だ。お前も捜査官として上を目指すなら若林と仕事しろ。絶対嫌です。上どころか奈落の底に転落は確実です。バディ交代とか言わないでくださいよ。今野も取調室にいた野上京子と同じくらい恐怖してるな。若林の笑顔の破壊力ってすげえな。野上京子は刑務所だから若林さんの脅威から逃げられるけど、僕同僚だから逃げられません。まあ若林から逃げられる方法は容疑者なら検察、同僚なら辞職だからな。恐ろしい捜査官だな。逃げられるのがその二択な時点で恐怖です。デッドアライブと同じです。ヤクザより怖い。怖いならドッグカフェ調査に同行させるなんて考えるな。ヤクザに営業妨害って言われる。すみません。ぼったくりスナックにも最初から若林さんを参戦させれば一瞬で終わったのに。それはそうだが、俺たちだって無事じゃ済まない。野上京子の逮捕だけじゃ終わらないんだ。確かに若林さん、野上京子を捕まえついでに僕らも辞職させそうですね。敵味方なしで倒す。ぼったくりスナックの摘発なんて若林にはうさぎ小屋破壊する程度のこと。逮捕以前の問題。野上京子も僕も市川さんも無傷では済まない。ジョージさんだって組織ごと潰される可能性大だ。前もって
ジョージさんも若林は連れてくるなって釘を刺した。それくらい恐れてるんだ土佐犬を。ドッグカフェがオープンした。俺と今野は一応調べることに。ジョージさんがトイプードルを連れてる。よう市川ちゃん、今野ちゃんも。俺の愛犬のミミちゃん、かわいいだろう。ミミちゃん、刑事さんだよ。ヤクザが気楽に犬に刑事さんを紹介するな。野上京子は刑務所だ。数年は豚箱暮らしだって。そうか。まあ、それが順当だな。数年経てば若林様から受けたトラウマも言えるだろうから。あの、ジョージさん、なんで若林様って様付け？ヤクザで海のジョージでもそんなに怖いんですか？いや、若林様のせいでうちの部下が何人病院送りになったと思う？若頭なんて歯を折ったんだ。ごめん、捜査に来たらフルボッコになってみんなが怖がると思って若林は連れてきてない。うちのミミちゃんが震えるからダメだ。野上京子も取り調べでブルブル震えただろうな。ここヤクザが経営だから調べるぞ。ぼったくりドッグカフェだったら大変だ。構わないな。いいよ、ここはせがれが経営してる。野上京子のスナックとは違って健全でリーズナブルだ。本当だ、料金は普通より安い。客層も地元民ですね。ヤクザがちらほらいるけど問題なさそう。ヤクザでも普通の店なら問題ない。スナックより人気が出そうだ。問題ないなら帰ろ。今度市川さん、カフェのテーブルに気に食わないマトリがいる。ジョージさん、ドーベルマンいたら貸して。今野ちゃん、どれだけマトリが嫌いなんだよ。嫌だ、ドーベルマンのレンタルなんてしてない。今野、営業妨害で捕まるから帰るぞ。マトリの件は後日考えよう。絶対若林にバレないように。あんたらヤクザより身内で険悪だな。マトリでもチワワ連れてるやつに悪い人はいないって。チワワを連れてるやつの理論はわからないが帰ることにした。ドッグカフェは繁盛するだろう。ヤクザと警察、お互い落としどころを見つける。悪さをしない限り手出し無用、それが大前提だ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。